私ね、あれ入れたの。どれぐらいの高さかちょっと知りたくて、あの音程チェッカーっていうのをちょっと入れてみたんですよ。私も普通に喋ってる時の声ね、あーハイ B とかハイ A の高さなんだけどさ、やっぱさ声高くない？そう、なんかよくさ、私のなんか配信あんま見たことないと声低いって思ってる人がいるんだけど、これ自分でこれチェッカー出すとさ高くないか？普通にうるさいよなこれな。あーこんのいーハイ C とかハイ A だよこの高さ普通に高いよなこれな。今私がこれ喋ってるのでハイ C が多いかな。ハイ C くらいの高さで、ハイ、ハイハイ D が、あーこれハイハイ D シャープだもうちょっと低いよ。あーこれだ、この高さ、この高さハイハイ D でしたよ。あーこれハイハイ D シャープだ難しい。これこれこれ、これがハイハイ D。 これ E ですね。ハイハイ D、 ハイハイ E。 あ、私 E 出るんだ。待って、 E より上は出ないかもしれない。裏声でこの音になるか、やっぱさ、なんか裏声とさミックスボイスの音の高さって多分同じ出せるな。裏声じゃなくても出るな。これミックスボイス裏声じゃないんだけど、ハイハイ D シャープですね。一番出しやすいのはハイハイ D シャープかな。ハイハイ F シャープ出た。なんかあのシーソーのさ、シーソーのさ、あのギッコンバッタンしてる時になんか鳴る音みたいな音だったの。逆に低い音やってみていい？私どこまで低いの出るんだろう。ミディ C シャープ。ミディでいいのかな？ミディ C シャープが一番低いかも。この音、ミディ C シャープって書いてある。ボー、ミディに C シャープなのこれ。楽しい！音程チェッカー楽しい！ホムラ君はどれぐらい？ホムラ君そんなに低くないけどね。あこれぐらいじゃない？あミディ1F だね。うん、多分これぐらいの高さだと、あミディ 1D シャープ、これぐらいの高さで、初期フレアがあー、こんぬいーホロライブ3期生の知らぬいフレアだよー。あー、こんぬいーミディ 2F シャープだから、高さ的にはあのホムラ初期フレア今の私って感じうん、そんな感じ。